はい、どうもこんにちは。解剖チャンネルの解剖でございます。今回のね、こちらの動画もご視聴いただいてありがとうございます。いつもね、僕の動画にコメントをいただいている方、本当にありがとうございます。動画制作の励みになっております。この動画もね、よかったらゆっくり見ていってください。本日8月3日にですね、とある商品が発売となりました。結構ね、ツイッターで、ね、話題になっていた商品なんですけれども、それがこちら。でん !8 番のやつということですね。8番ラーメンのですね、カップ麺がローソンさんで発売となりました。イエーイ!朝早くにね、車走らせて近所のローソンで買ってきました。なんと今回のこちらの商品がですね、8番ラーメンさん初のカップラーメンということですね。結構8番ラーメンさんね、歴史長いんですけれども、今回のこの商品が初めてのカップラーメンということで、結構ね、気になっておりました。それではね、早速、パッケージの方からね、商品じっくり見ていきたいと思います。はい。で、こちらがね、8番ラーメンのカップラーメンなんですけれども、今回はね、野菜ラーメンの塩ということでですね、8番ラーメンの超定番メニューがカップラーメン化したということでですね、パッケージ全体の色味はですね、どうやら8番ラーメンさんのね、おなじみの丼を再現したカラーリングとなっているそうです。で、蓋の上にはね、この仕上げ、の調味料が入っておりますね。食べる直前に入れるやつですね。で、このパッケージ見て僕びっくりしたんですけど、八番ラーメンさんって海外でもね、出店されていてですね、特にね、タイですごい人気だっていうのは、僕聞いたことがあったんですけれども、なんとね、日本よりもタイの方がね、店舗数が多いということになっておりました。これはちょっと知らなかったですね。実はね、僕、一度タイに行ったことがあって、そこでね、タイの八番ラーメンさんに行ったことがあるんですけれども、まあね、お昼の時間帯じゃなかったんですけども、かなり人がたくさんいてですね。しかも結構若い方がたくさんいてですね。まあ、かなり人気なんだなっていうのを肌で実感しましたね。まあ、ちなみにね、栄養表示はこんな感じです。まあ、カロリーは448キロカロリー。まあ、普通かなって感じですね。それでは次にね、お湯を入れる前の中身の状態をちょっとチェックしていきましょう。ペリ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 。お、なんか蓋の裏に書いてあるな。おお、なるほど。あ、すごい。ちゃんとね、おなじみのね、鉢釜も入っておりますね。あ、かわいい。ちっちゃく、鉢釜がちっちゃくなってすごいかわいいです。今回の商品を開発したのがですね、札幌一番塩ラーメンで有名な三洋食品さんでございます。同じくね、塩味のラーメンが人気商品となっているメーカー同士ということでですね、非常に相性はいいんじゃないでしょうか。はてさて。これがね、お湯を注ぐとどういう風に変貌するのか、調理して確かめたいと思います。はい、じゃあお湯が沸いたので、注いでいきます。蓋をして、この袋を乗せて、それでは5分待ちます。はい、ということで5分経ちました。中を見てみましょう。おー、出来上がっておる。めっちゃいい匂いしますね。ちょっとね、蓋の裏に何か書いてありましたね。八番さんの公式オンラインショップの案内が書かれておりました。蓋の上でね、温めておいたこちらのね、仕上げ調味料を注ぎます。あ、透明だ。なんだろう、これ。あ、8番の匂いになった。すごい。あ、すごい。あ、8番だ、これ、すご。仕上げ調味料をね、入れるとね、すごい8番の匂いになった。あ、これ、すごい。あ、めっちゃいい匂い。やばい。はい、ということでね、出来上がったこちらの8番ラーメンのカップ麺、いただいてみたいと思います。いただきます。うん。ああ、なるほどな。スープの味は八番ラーメンのいつもの味をよく再現されてると思います。だけどね、麺がね、どうしてもやっぱりこう、カップラーメン特有のこのボソボソ感っていうんですかね。本家とはね、ちょっと違う感じがしますね。麺はですね、八番のね、いつものおなじみの麺と同じように
太めの麺となっております。これはきっともやしですね、まあ、あとこれが、まあ、キャベツで、こちらが人参ですね、うん、でもちょっと思ってたよりも野菜が少ないですね。結構ね、8番のラーメンって野菜のこのボリューム感というか、あれが結構楽しかったりするんですけど、ちょっと野菜が少ないかなっていう印象がしますね、うん、でもスープはねすごい美味しいですね。結構僕カップラーメンってジャンキーな味が好きなんですけども、さすが8番さんといったところで、すごいあっさりしててヘルシーな感じがします。なんだろうな、本家のね8番ラーメンを完全に再現したという感じではもちろんないと思うんですけども、こうね、スープの感じとかこう匂いの感じはね、すごい8番ラーメンをこう思い起こさせるには十分なので、何でしょうかね、これ食べてるとすごい8番のお店に行きたくなります。そんな感じのカップラーメンかと思います。これは次にね、こちらのご飯でねラーメンライスちょっとやってみたいと思います。いや、カイモはねカップラーメンでねラーメンライスするのめちゃくちゃ好きなんですよね。麺を乗っけて、よいしょ、出来上がりました。8番ラーメンのカップ麺のラーメンライスでございます。さて、いただきます。あ、これうめえ、マジか。僕ね、8番のお店で僕このラーメンライスってやったことないんですけど、このスープめっちゃご飯に合うな。これでね、雑炊とか作ったらめっちゃうまいと思う、マジで。めっちゃ美味しいな、これ。ラーメンライスうまいぞ、マジで。8番ラーメンのね、野菜ラーメンのスープはご飯にめちゃくちゃ合うっていうのが分かりました、今日。癖がね、少ない、あっさりとしたスープなんで、何でも合う感じがします。鍋のこうスープとして8番ラーメンのねスープ販売したら結構売れるんじゃないですかね、これ。うん、鍋でちょっと食べてみたいな、これ。ちょっとね、試しにオリーブオイルを垂らしてみます。オリーブオイル美味しい合う、うん、うん、オリーブオイルいいな。ちょっと残り少なくなっちゃったんですけど、こっちカップ麺の方にもねちょっとオリーブオイル垂らしてみます。あ、美味しい、わかりました。8番のね野菜ラーメン塩味はね、オリーブオイルが非常に合うということですね。8番さん、ぜひお店のテーブルにオリーブオイル置いてください。これは美味しいと思います、マジで。完食しました、ごちそうさまでした。今回8月3日にね新発売された8番ラーメンさんのカップ麺いただいてみましたけれども、まあ非常に美味しかったです。おなじみのね野菜ラーメンをこう完全に再現したという商品ではないんですけれども、カップ麺として非常に美味しいです。ラーメンライスも非常にうまかったし、オリーブオイルがね非常に合うというのが分かりました。ローソンでね今多分絶賛発売中だと思うので、お昼休みとか仕事帰りとかにローソンに寄った際はねカップ麺のコーナー寄っていただいて、ぜひねこのカップ麺手に取っていただけたらいいんじゃないかなと思います。というわけで今回の動画はここら辺で終わりたいと思います。また別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ういー、あ、こっち、うぃー。